キャノン EOS キスは1993年9月に発売されたエントリークラスのキャノン製フィルム一眼レフカメラである EOS-100QD、EOS-1000SQD、e、の後継として開発された当時の上位機種に EOS-5QD があったキスは賢く静かなという意味を含んだ Keep It Smart and Silent の略であるなおここでは 後継機種のニュー EOS キス、EOS キス3、EOS キス 3L、EOS キス5、EOS キスライト、EOS キス7についても取り上げる。EOS5001993 年9月発売。もちろん、初代を名乗って発売されたわけではなく、後継機種と区別するために便宜的に、初代と俗に呼ばれている。2代目のニュー EOS キスの本体に、 ニューの表記がないため、ニューと初代のブラックモデルはとても混同されやすいので注意。北米名 EOS レベル XS、欧州名 EOS500、1996年9月発売、ニューという表記は本体にない。初代にシルバーモデルはなかったので、シルバーであればニューだとわかりやすいが、ブラックモデルの場合は判別しにくい。 上面からの外観の違いによって見分ける。北米名 EOS レベル G、欧州名 EOS500N。ニュー EOS キス EOS レベル 2009D1999 年4月発売。EOS キス 3L は2001年11月発売のマイナーチェンジモデル。北米名 EOS レベル 2009D、欧州名 EOS309D。E EOS300V2002 年9月発売。北米名 EOS レベル Ti。欧州名 EOS300V2004 年9月発売。ユーザーの好みに合わせた仕様に変更できる6種類のカスタム機能がキャノンのエントリーモデルとして初めて搭載された。前年の2003年に発売された同社の EOS、キスデジタルのヒットなどにより、 フィルムカメラ市場が急速に縮小していったため、本モデルがフィルムキスの最終モデルとなった。北米名 EOS レベル T に欧州名 EOS300X。2003年9月発売 EOS キス号ベースに一部スベックを落とし、より低価格にしたモデル。北米名 EOS レベル K に欧州名 EOS3000V。ありがとうございます。